っと飼いたい。できれば犬。急に寝言を言ってんじゃないぜ。失礼ね、起きてるわよ。昔から可愛いワンちゃんを飼うのが夢だったのよ。生き物を飼うのは大変だぜ。自分のことすらまともにできないお前がお世話できるのか。お世話ならきちんとするわよ。マリサがね、私に押し付けるんじゃない。犬種は大きくてモフモフしているシベリアンハスキーみたいなのがいいわ。それで名前は、ジョビ、にするのか。また悪い歴史を繰り返す気かお前。は、なんでジョビ？え、お前知らないのか。かつて日本にシベリアンハスキーブームを起こした動物のお医者さん、とジョビを。動物のお医者さん、って漫画だよね。名前は知ってるけど読んだことないわ。なるほど、これがジェネレーションギャップというやつか。なら解説始めるぜ。唐突に始まったわ。動物のお医者さんは原作者、佐々木紀子さんにより1987年から1993年にかけて、白戦車、花と夢、にて連載されていた少女漫画だ。1993年に連載終了ということは平成5年ね。この動画で平成の漫画が出るのは初めてだわ。今後、平成の漫画も解説したいと思ってるぜ。ところでお前は、動物のお医者さん、というタイトルを聞いてどんな漫画を連想する？そうね、獣医師さんか獣医師を目指す学生さんか、動物の命を救うため、困難に立ち向かいながら、奮闘するお涙頂戴感動作セスストーリーかしら。なんかそういう読者を泣かせるいかにもな演出が好きじゃなくて、読みたいと思ったことないのよね。動物のお医者さん、もそういう系の話なんでしょ。全く違うぞ。え、動物のお医者さん、にはそういう泣かせる演出も話もほとんどないぜ。むしろすっごくドライだぞ。お前は何も知らないようだから簡単なあらすじを少し紹介するぜ。札幌市にある H 大学獣医学部を舞台に、獣医師を目指す学生の日常をコメディータッチで描いている漫画だぜ。私の感覚からすれば、日常コメディーまったり漫画だな。え、そうなの？てっきり感動系サクセス漫画かと思っていたわ。よく勘違いされる人が多いようだが、それを理由に読むのを敬遠するのはすごくもったいないぜ。物語は大学受験を控えた男子高校生、西根正樹、通称ハムテルが友人、二階堂昭夫と H 大獣医学部の解剖実習室横を通り過ぎよう、としたところから始まる。二人はそこで、ハスキー犬の子犬チョビと、怪しさの塊でしかない漆原誠教授と出会う。本当に怪しいわね。即通報者ね。漆原教授に、君は将来獣医になる、と謎の予言をされ、半若顔の子犬を押し付けられたハムテルは、その後も漆原教授といろいろ縁があり、自分で治した方が早いし確実だし実費だけで済むから安上がりだ、というふわっとした理由で獣医師を目指すことになる。本当にふわっとしているわね。そしてハムテルとついでに二階堂が獣医学部に入ってから、大学院博士課程2年目までの日常を独特のタッチで描いている。獣医学部での授業内容や研修内容、大学院や就活、動物病院での治療内容や珍しい動物の生態と、漆原教授の行動や漆原教授の生態や漆原教授の言動や漆原教授の日常などが伺えるぜ。漆原教授の情報が多すぎるわ。その人は希少生物か何かなのかしら。ある意味合ってるぜ。獣医学部について知りたい人にはすごくためになる漫画だと思うぜ。荒川博夢先生原作の銀のさじ、シルバースプーン、や百姓貴族が好きな人には楽しめる作品だと思うぜ。確かに獣医学部って動物解剖してるイメージしか湧かないわね。次に登場人物の説明を簡単にするぜ。これが主人公の西根正樹だ。ジョビの飼い主だぜ。基本的に無表情でマイペースだ。感情を荒立てて怒る様子は一度も書かれていない。大正時代に建てられた古い屋敷に住む温室育ちのお坊ちゃんだ。割とイケメンさんだが作中でモテる様子はほぼない。いつの間にか面倒事やトラブルに巻き込まれる性格だ。なんというか主人公らしからぬ落ち着きね。人生2回目の気がするわ。ちなみに作中で本名の、まさき、と呼ばれることは滅多にない。こう、を崩したハムテルか、訓読みしたキミテルと呼ばれることがほとんどだぜ。だから今後も彼を、ハムテル、と呼ぶぜ。そしてその愛犬がシベリアンハスキーのチョビだ。元は漆原教授の知り合い宅の床下に迷い込んだ母犬が産んだ子犬だが、母犬と兄弟犬は亡くなり、残された子犬チョビを漆原教授に押し付け教授が育ての親となり、ハムテルの元へ巡り巡る結果となったマスコットキャラだ。顔は半若顔と呼ばれるほど怖いが、いろいろと複雑気味な老いたちのせいか温厚かつ従順で、賢く聞き分けの良い、受動的な性格の持ち主だ。
温厚さと容量の悪さから、怒るタイミングがわからないそうで、怒る様子はほぼ描かれないが、ハムテルが興奮した別のハスキー犬に噛まれた時は青筋を立てて、とっさにその犬に噛みつき、ハムテルへの信頼を見せたとても良い子だぜ。そんなワンコが欲しいわ。連載当時はマイナーな犬種だったが、この漫画をきっかけに知名度を一気に爆上げしたぜ。ちなみに性別はメスだぜ。ジョビちゃん可愛すぎるわ。続いて、ハムテルの高校時代からの親友の二階堂明夫だぜ。ジョビの名付け親で冷静なハムテルとは対照的に感情表現が豊かでよく一人で騒いでいるぜ。某猫型ロボットと同レベルにネズミが大っ嫌いで、ネズミという文字に触れることすら拒否するほど重症だ。けど獣医学部だからネズミを使った実験とかあるわよね。当然だ。そしてその実習の度に苦労をする。ネズミに関わることで度々騒動を起こすぜ。ちなみにネズミアレルギーではないぜ。ネズミにふるさとでも破壊されたのかしら。なぜネズミが嫌いなのか具体的な描写はないから生理的なものかもしれんな。二階堂は優柔不断な性格でいつもハムテルにくっついていた。しかし、いつまでもハムテルに頼ってばかりではダメだと気づき、ハムテルと離れ一人で獣医師になろうとするが、いろいろあり結局ハムテルと二人で改良することになったぜ。長い友情っていいわね。そしてこの女性が菱沼聖子さんだ。獣医学部、公衆衛生学講座に所属している院生で、ハムテルたちの先輩だぜ。あら美人な人ね。見た目は美人でスタイルも良いのだが、とにかく変わった人でな。非常にマイペースな性格で動作や喋りが遅く、彼女の吹き出しのみ独特の破線で書かれている。水銀の体温計では測れないほど平熱が低く、超低血圧。傷んだものを食べても腹を壊さないが、痛覚が異様に鈍く、常人なら激痛が走るはずの急性盲腸炎にも破裂寸前になるまで気づかなかった。物語が進むにつれ、徐々に人間離れした体質になっていき、起こると体から静電気を発生させるという特異体質が描写された。人間だよね。もちろん人間だぜ。ちょっと変わってるがな。じゃあこの人がハムテルと恋愛関係になって、二階堂を巻き込んだ三角関係になったりするのね。ならないぞ。菱沼さんはこの漫画の、おそらくヒロイン的位置づけのキャラだが、彼女の恋愛模様はほとんど書かれていないぜ。それっぽいと勘違いさせる話や、彼女に持ち込まれた縁談話はあるが、すべて発展しなかった。唯一、彼女を気にかけてくれた男子高校生との話もあったが、札幌五輪のテーマソングを知らないことを理由に振っている。すごい理由で失恋したわね。じゃあハムテルや二階堂は誰と恋愛するの？誰とも恋愛しないぜ。この作品自体少女漫画特有のほわほわな恋愛描写がほぼ存在しない。作者はメインキャラの誰にも恋人がいないのは不自然だと指摘されるまで気づかなかったらしい。だがそこも作品の魅力なんだよな。少女漫画って当たり前のように恋愛するものだと思っていたけど、そういう作品もあったのね。むしろ私としては何でもかんでも恋愛に持ち込む風潮はいかがなものかと思うぜ。この作品のメインは動物や獣医学部の日常と漆原教授や漆原教授と漆原教授だからな。ほぼ漆原教授が占めてるわね。その漆原教授って何者なの？良い質問だな。では漆原教授について説明するぜ。漆原教授は獣医学部病院学講座の教授で病院長も務めている人物だぜ。初対面のハムテルに対し、君は将来獣医になる、と謎の予言をして、子犬の虚偽を押し付けハムテルの運命をいろんな意味で動かした人だ。その性格は、破壊神、と呼ばれるほど常識外れで、教授が困ると周囲はその10倍困る、と学生から言われるほど不条理と理不尽が具現化した人物だ。そんな人が教授や獣医師やっていていいの？執刀は下手だが獣医としての腕前は悪くないぜ。不測の事態や気合が必要な局面での治療では、凄まじい直感で対応し、洞察力も鋭い天才型だ。一見すると珍獣に見えるかもしれないが、どの大学にも必ず一人は変わった教授はいるからな。ちなみに漆原教授も実在した教授複数をモデルにしていると言われている。そのうちの一人が北海道大学名誉教授、獣医学者の橋本信夫さんだ。橋本さんはアフリカンアートが大好きで、アフリカ彫刻収集を趣味とされている。漆原教授もアフリカマニアで変わったお面を作中よく被っているぜ。だから妙なお面がちょいちょい出るのね。呪われたお面とか一個ぐらい紛れてそうだわ。漆原教授の前では呪いも負けるだろうから心配ないぜ。そして漆原教授と菱沼さんはトラブルメーカーで、この二人が騒動を引き起こし、それにハムテルたちが振り回される姿がよく描かれるぜ。もしかしたら漆原教授の破天荒な性格を苦手とする人もいるかもしれないが、
私はこの教授好きだぜ。漆原教授は作品のもう一人の主人公でありヒロイン、マスコット、トリックスター、ボスキャラでもあるからな。あんたが漆原教授大好きなことはよく理解できたわ。そういえばもう一人トリッキーな人がいたぜ。ハムテルの祖母、西根隆さんだぜ。常には装をしている一見すると上品な方だが、気性が激しく推しが強くわがままで、根に持つ性格でハムテルを振り回しているぜ。清楚やヤマトナデシコという単語とは対極にある人だが、この人も憎めなくて好きだぜ。ちなみにハムテルを君テルと呼ぶのがこの人だぜ。自分の欲望のままに生きる姿がなんか羨ましいぜ。なんだかとても元気そうな人ね。けど歳を取ったらこういう素敵な女性になりたいわね。ついでにこれがタカさんの飼い猫ミケだぜ。姉御肌で後から西根家にやってきたチョビや、野良猫親子を面倒見てくれる猫ちゃんだぜ。動物のお医者さん、では動物のセリフは明朝体のレタリングという独自の表現がされているのだが、なぜかミケは関西弁で話しているぜ。面白い表現方法ね。動物が会話してるのも可愛いわね。明朝体がまた独自な雰囲気を出しているな。色の濃いキャラクターはまだたくさんいるがキリがないのでここで終わるぜ。この、動物のお医者さん、は大ヒットして色々と社会現象を引き起こしたぜ。物語の舞台となった H 大学は実在する国立北海道大学がモデルと推定されている。そして北海道大学獣医学部の死亡者数が跳ね上がり、偏差値も当時は医学部より高くなったとか言われていたな。え、それ本当？今偏差値を調べたら、北海道大学獣医学部の偏差値はサイトによってかなり数値は異なるが大体医学部と同じぐらいだったぜ。他の医学部と獣医学部が設置された大学も調べてみたが、ほとんどの場合、医学部の方が偏差値が若干高いので、北大獣医学部は相当優秀な人材が集うようだな。けど獣医学部がある大学は日本では数少ないから他の大学がしょぼいとかそういう意味ではないぜ。競争率が高い学部だから合格した人はものすごく優秀な人なんだぜ。獣医師になるのってそんなに大変なの？知らなかったわ。そしてもう一つの社会現象がシベリアンハスキーブームだ。連載当初はマイナーな犬種で佐々木先生も資料が足らず、シェパードの写真を資料にしてハスキーの模様を書き込んだこともあったそうだ。だが漫画のヒットによりシベリアンハスキーを飼う人が急増したのだが、必要な運動量の多さと、決して初心者向きの犬種ではないため捨てられた野良ハスキーや、無理な繁殖をする悪徳業者が増えるといった、マイナス面も出てしまったぜ。ここら辺はいつの時代も変わらないぜ。気軽にハスキー犬飼いたいと言っていた自分が恥ずかしいわ。ところで、これだけ大人気ならアニメ化や映画化はされなかったのかしら。残念ながらアニメ化もドラマ CD 化もされていない。というかこの独自の空気を映像化することは相当難しいと思うぜ。ところが2003年になんとテレビドラマ化されたぜ。主演のハムテルを吉沢久志さん、二階堂を要潤さんが演じられた。江守徹さんが演じた漆原教授は漫画から抜け出たようにそっくりだったぜ。ジョビたち動物も声優さんが演じられていたのだが、西根家で飼われている凶暴なオス鳥を大塚明夫さんが演じていたのはなかなか素晴らしかったぜ。それは凄まじくセクシーで良い声すぎる鳥ね。残念ながらドラマの視聴率は振るわなかったぜ。やはりあの独自の雰囲気を再現することは難しいようだぜ。しかしチョビ役のハスキー犬は原作のチョビとそっくりで CG か特殊メイクではないか、という問い合わせまであったそうだぜ。漆原教授とチョビは再現できたのね。スタッフが数ヶ月かけて長野県で見つけたそうだぜ。スタッフの執念がすごいな。ちなみに名前も、チョビ、だぜ。私はこの作品のおかげで北海道に好印象を持てたぜ。都道府県魅力度ランキングで12年連続1位も納得だぜ。だが不思議なことにこれだけ大人気作品だがグッズとかほとんどないんだよな。公式のチョビのぬいぐるみとか欲しいぜ。なんだか無性に動物のお医者さんが読みたいわ。これは過去に紹介した作品のように絶版していないわよね。大丈夫だ。文庫版と愛蔵版が販売されているぜ。だが30年以上前の作品だから結婚観などで、女性蔑視に感じてしまう話もあるがそこは許してほしいんだぜ。ちなみに佐々木先生は、動物のお医者さん、以降の作品も面白いから押すぜ。個人的に推したいのは、ヘブン、と、チャンネルはそのまま、だな。ヘブン、は石原さとみさんが主演のドラマが放送されていたから知っている人も多いかな。お前は、漆原教授の血筋のものか、と問いたくなるような、超ワンマンオーナークロスカナコが経営するフレンチレストランを舞台としたドタバタ話だぜ。一方の、チャンネルはそのまま、も、漆原教授の親戚かな、と疑いたくなる雪丸花子が、
北海道星テレビという架空のローカル局を舞台に繰り広げられるコメディ作品だ。こちらも北海道テレビ放送の開局50周年記念作品として連続ドラマ化されたぜ。どちらにも漆原教授の気配があるだと。あくまで私から見てだがな。というわけで解説は以上だぜ。私はシベリアンハスキーといえばチョビのような半ニャ顔のイメージが強かったが、昨今ではこのようなつぶらな瞳の可愛い系ハスキーを飼われる方が多いようだな。そうそう。私もこんなお顔のハスキーを飼いたいと思っていたわ。けど生き物の世話は大変だからもう少し我慢するわ。それが賢明な判断だぜ。動物のお医者さんの解説はいかがでしたか？懐かしいと感じられた方も多いと思われます。リアルタイムで読まれていた方、今でも読んでいる方は、思い出などご自由に書き込んでください。シベリアンハスキーや北国が原産地のワンコを飼われている方や、獣医師さんや、獣医師を目指している方も、ぜひご自由に書き込んでください。チャンネル登録と高評価ボタンのクリックをお願いします。登録済み隣の通知ベルマークを押しますといち早く投稿情報をゲットできます。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。